大中はじめは、熊本県天草郡楠野木浦村出身の建築家である。福岡県立工業学校建築家卒業。愛知県刈谷市を中心とする西三河地方で活躍し、建築学者の瀬口哲夫は大中をタウンアーキテクトと称している。代表作として、気象尋常高等小学校本館がある。 母校の福岡県立福岡工業高校1886年3月28日、熊本県の天草諸島にある、天草郡楠の木浦村に生まれた。父親は、大中生八、母親は、清であり、はじめは長男だった。大中家は、はじめの教育名を考えて、八代海の対岸にある、鹿児島県泉郡中泉村下砂場淵に移住した。 中出水人上小学校と中出水高等、小学校、鹿児島県立鹿児島中学校を卒業した。1904年に福岡県立工業学校建築科に入学した。この時期の福岡県立工業学校には、鹿児島県出身者が多く、特に、泉町、上出水村、中井出水村、下出水村など、出水地方出身者が多かった。 泉地方出身者が多かった理由は定かでないが、勝木平男は、福岡工業が校教し、卒業生列伝で、鹿児島県発の卒業生である、竹添徴用の存在を指摘している。4年次には、農商務省製鉄所管者建築場での特集実務練習を行い、期間中の1907年7月8日には、建築学会に順位として入会した。 福岡県立工業学校卒業時には、早稲田大学への進学を目指していたが、経済面の問題などで断念したとされている。1908年には、実務練習先でもあった官営八幡製鉄所に入社し、公務部の感謝建築場で働いた。しかし、半年後の1908年末には、八幡製鉄所を退職し、愛知県営前係の義手に転職した。 愛知県営前課には、前人が福岡県立工業学校の教員だった西原義次郎がおり、西原は自宅に大中を起流させるなどの世話をしている。1910年には、儀主として第10回関西府県連合教振会展示場や愛知県女子師範学校を担当した。1919 19年には、鉄筋コンクリート作りの愛知県立第8、 中学校を担当し、1921年には、カリア調律高等女学校を担当した。カリア調律高等女学校はこの時代の女学校としては珍しく鉄筋コンクリート作りの建物だった。1923年は、愛知県立津島中学校の設計も担当している。大正時代には母校である福岡県立工業学校校友会の 名古屋地方幹事を務めた。38歳だった1924年には、愛知県営前課を退職し、壁海軍仮屋町元中根47から1に大中建築事務所を開設して独立した。名古屋市には、西原や鈴木貞次による個人建築事務所があったが、名古屋市以外の愛知県では、最も早く開設された個人建築事務所とされている。 大中建築事務所開設後の昭和初期には、市川五福店、1927年には、上天温泉、1930年には、山中住点遺館、1930年頃には、藤松、村役場などを設計している。大中建築事務所開設前を含めると、学校などの公共建築、個人宅や院など、生涯で70棟ほどを設計した。 1937年頃には、戦時統制経済が強化されており、1939年頃からは、大中建築設計事務所も開店休業状態となったため、1941年には、長谷部武子市建築事務所名古屋支所の仕事を手伝っている。戦後には、下郡東浦町の東浦町役場や、東浦町立小川小学校の設計を手掛けた。 1950年9月15日、藍間川での投げ網中に脳一血で倒れて死去した。墓所は、刈谷氏の青山菜園。大中は俳句を趣味としており、気上縁区会に所属して、鬼瓦という配合を有していた。1932年に刊行された気上縁区集には大中による37句が掲載されている。外出時には、 白浅のハンカチーフと香水を忘れなかったというが、自宅では袴を着て過ごしていたという。気上尋常高等小学校本館建築学者の瀬口哲夫は、大中の作品に表現主義的傾向を持つ愛知県永全風衣装があるとしており、一方で、より自由な表現となった衣装、色彩も鮮やかになりぜ、セッシオの傾向が強くなった衣装、フランクロイドライトに代表される、 プレリーハウス的な一生があるとしている。造形的な力量があり、立面や平面計画で自由な造形性を追求している、機能主義的なモダニズム建築とは距離を置いていた建築家と考えられる。つまり、彼は建築を芸術的なものとして捉えていた建築家であったと言えると評している。1928年に設計した、情高小学校本館は、 1972年には老朽化のために取り壊しが検討されたが、保存を求める市民の声を受けて転用が決定し、1980年に仮屋市郷土資料館が開館した。仮屋市郷土資料館は1999年2月11日に国の登録有形文化財に登録されており、登録理由として地方都市における初期鉄筋コンクリートづり建築の恒例、 バットレス付きの玄関ポーチと木造校舎を踏襲した両翼つまめんのデザインに特徴があるとされている。1986年には、非常人情高等小学校行動が取り壊されたが、同年6月には、刈谷市郷土資料館で大中の功績を称える大中はじめ展が開催された。ありがとうございます。